2019年における腐敗認識指数。黄色オレンジは腐敗が少なく、赤は腐敗が多い国家、地域。腐敗認識指数とは、トランスペアレンシーインターナショナルが1995年以来、毎年公開しているもので、世界各地の公務員と政治家が、どの程度汚職していると認識できるか、その度合いを国際比較し、国家別に順位付けしたものである。 2009年の調査では、180カ国を対象とし、10の機関が調査した13種類のアンケート調査の報告書を統計処理して作成されている。腐敗認識指数は、最も清潔な状態を意味する100から、最も腐敗していることを示す例までの範囲で採点されており、7割の国が50未満で、開発途上国では9割以上の国が50未満となっている。 2009年の腐敗認識指数は10の機関が調査した13種類のアンケート調査の報告書から作成されている。ここでいう10の機関とは、アジア開発銀行、アフリカ開発銀行、ベルテルスマン基金、世界銀行、エコノミスト・インテリジェンス・ユニット、フリーダム・ハウス、グローバル・インサイト、国際経営開発研究所、政治経済、リスクコンサルタンシー、 世界経済フォーラムである。調査対象としては、世界中のビジネスマンと国家の分析専門家などと、している。また、汚職認識指数で国家をランク付けするには、少なくとも3つの情報源が利用できる、場合としている。トランスペアレンシージャパンの FAQ では、なぜ指数を認識だけで出すのかについては、国家の腐敗レベルを、 実証的なデータに基づいて比較することはできない。例えば基礎や裁判の統計件数で比較しようとすれば、それは実態を反映したものではない。これは腐敗を暴露する検察官、裁判所、そしてメディアの質の高さを反映するものである。実際に実務などで腐敗の現場に直面している方々の経験や認識から、 国別比較データを出すしか方法はない。また、調査対象に、一般市民ではなく、ビジネスマンや、専門家を選んでいるのは、彼らが、いわゆる小口の汚職、腐敗よりも、政治資金、談合など大口の腐敗を、より熟知しているからである。表面的な腐敗だけでなく、暗部に隠された腐敗も含めて、その国の状態をより客観的に把握しようと、 しているからである。と解説している。2009年世界の汚職認識指数のプレスリリースメソドロジー2009年版腐敗認識指数の解説 CPI2015 テーブルトランスペアレンシーインターナショナル2016年1月28日閲覧 CPI2014 テーブル トランスペアレンシーインターナショナル2014年12月16日閲覧 CPI2013 テーブルトランスペアレンシーインターナショナル2014年12月16日閲覧 CPI2012 テーブルトランスペアレンシーインターナショナル2014年12月16日閲覧ありがとうございます